浜松市は午後1時15分大雨で馬込川の水が一部堤防からあふれ災害の発生が切迫しているとして市内の一部17万世帯に警戒レベル5の緊急安全確保を発表しました本州付近には秋雨前線が延びて湿った空気が流れ込み県内各地で局地的な大雨となりました気象庁は午後1時9分 県全域に記録的短時間大雨情報を出しました。午後1時20分、岩田市付近ではおよそ120ミリの大雨を観測しました。この雨の影響で JR 東海道新幹線は一時一部で運転を見合わせていましたが、現在は運転再開しています。東海道線では島田から浜松の区間で上下線とも運転を見合わせています。 また東名高速は袋井インターチェンジが閉鎖され出入りできなくなっています。